じゃあ、いきますか。まず、1個目。くちゃら聞かせてくれ。わかりやすた。くちゃらやりますか。うめうめ。はい。ちゅうことで、今日はね、マシュマロたちを食べていこうかなって思います。今、消化しました。友達にかなねちゃんのことを知ってもらいたいんですけど、なんて紹介したらいいですか？初配信見せるのが一番早いですかね。ここはみんななんて言うかわかるよな。なんて言うかわかるよな。さすがにわかるよな。ふむ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 。そうだ、名前のない怪物を聞かせましょう。ちょ待って、画像探せてないや。画像今一生懸命探したけど出てこなかった。ちょ待って。はい、これですね、皆さん。これを、おごるんだ。はい、ちゅうことで。眠いとき、どんなことする？寝るー、シューはい、うむうむ。かねさんって、元ヤンですか？うむうむ。ちんやなこで自己紹介してください。なんてこったー。ちょ待って、みんなもちゃんとカーネが自己紹介してる時だけにはちんやなこで喋ってください。カーネが自己紹介するから、皆さんもちんやなこでコメントしてください。はい、じゃあいきますよ。ちんやなこチンアナゴ、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 チンアナゴ。はい、ソマロですね。シュー、お前らちゃんとチンアナゴのコメントしろよ。誰もしてないじゃん。ふざけんなよ。裏切りやがって、恥ずかしいじゃんか。そう、次使ってるシャンプーを教えてください。飲むので。はい、シューン。じゃあ次、ピーマンはバナナですか？はい、違います。シューン。あんたの靴が好きです。ありがとうございます。シューン。はい、かおねちゃん、こんにちは。セールスポイント1個目、カーネの顔を見るといつもニコニコしてるから見てて元気になります。2つ目、カーネの声を聞いていると元気が出ます。3つ目、見てると元気が出ます。ちゅうことで、ありがとうございました。うめうめ。はい、ポテチ食ったらカーネになれますか？違いますね。はーい。ほいー。韓国語がとてもできるって知ったんですが、私は韓国語勉強中です。かなねちゃんにぜひ教えてほしいです。わかりました。そんなあなたに、日常生活で、よく使う、どういう状況でも使える、万能の韓国語フレーズを今からお教えしたいと思います。今から言うのでリピートアフターミーしてください。いきますよ。チャヌン、音のせかなでこぼそんえ
あー、すげー。こんにちは、かなでちゃん。かなでちゃんを初めて会った時から、かなでちゃんの笑顔や、歌に惚れかけておりました。君の歌がとても好きです。それで、名前のない怪物の歌ってみたを毎日聞いています。あなたが今後とも、活動を伸び伸びとやっていくことを、祈っております。あー、すごく素敵なマシュマシュマロですね。お前ら、適当に読んでないぞ。おい、読めねえんだこれ。おい、知らんけど。ありがとうございます。応援ありがとう。うめうめ。はい、海外に住んでるのは本当本当だ。お前はクソマロだ。シュー、タンポポみたいなんよな。シュー、次。うるせえ奴らが多いなぁ。次、鶏ですか、ひよこですか。かなででーす。ひょー、ホロライブに入ろうと思ったきっかけを教えてください。ふむふむ、いい質問だな。かなでは本当にね、音楽がやりたくてホロライブに入ったんや。嘘じゃないんだ。ホロライブに入る前にね、ちょっと音楽活動をしてたんだけどね、ちょっと限界を感じてしまったんや。それで、ホロライブに入ったら、伸び伸びと歌えるやろうって思って、入ったんだ。それだけなんだ。まあ、正直に VTuber にめちゃめちゃ興味があった。うん、じゃなかったら、入ろうとは思わん。うん、ゲーム配信もしてみたかったから入った。でも一番の理由はね、やっぱ歌かな。そう、歌でご飯を食べていきたかったんや。ちゅうことで、ありがとな。おめおめ、ふむ。イエーイ。はいはい、うーぽんぽん、うーせーの、ゴーゴーレッツゴー。